どうも、あいちゃです。今回は夏休みの自習室について話していこうと思います。まあ、自習室興味ない方は、もうこれブラウザバックで消しちゃってください。で、あとは自習室って何ぞやという方もいると思いますので、簡単に説明させていただきます。今は週2回、水曜日と日曜日の夜10時からやっている YouTube ライブ、つまり生放送ですね、を使った、画面の前で自分も作業したりとか、まあ、勉強したりしていて、それを、決まった時間、みんなも課題を持ってきて一緒に勉強しようぜ、頑張ろうぜっていう時間を作っています。なので、まあ、大きな自習室を作ってるイメージなので自習室と呼んでいるんですが、まあ、それをやってるんですね。で、多くの方から夏休み回数増やしてもらえませんかというふうに言われていたので、それを決定したんでスケジュールをお伝えします。で、今回はそのスケジュールをお伝えするっていうのももちろん大事なとこなんですけど、それにあたって1個かな、お願いがあります。てか覚えててほしいことがあります。みんなに。なので、これから自習室をまたね、使おうと思ってる方は、すいません。この動画に関しては、最後まで、倍速再生ね、使ってもらって構わないので、最後まで内容を聞いていってください。では、まず、スケジュールの方からお伝えします。で、覚え方が平日と土日祝日を分けて考えてください。で、まず平日からいきます。で、平日は、毎日やります。みんな拍手。できるから大丈夫かな。で、まあ、ちゃんとね、付け足しで話しますけど、で、しかも1日2回です。1日2回やります。というのは、今までの夜10時からと、午前の10時から。覚えやすいですね。午前10時からと夜の10時から。で、いつも45分間やって、まあ、10時から10時45分までが、勉強する時間です。だから、自分を一言も喋らないと。で、その後、45分からは10分から15分くらい、みんなのコメント欄読んだりとかも、自分喋りたいこと喋るっていう感じで、喋って解散ってなるんですが、基本的にはこれを毎日やっていきます。で、ただ、毎日と言ったんですけども、できない時もいっぱいあります。で、本当はですね、多分月曜日と水曜日と金曜日に毎週やりますとかって言った方が覚えやすいと思うんですね、皆さんにとっても。ただ、仕事柄、今週は、毎週この曜日が仕事ですっていうタイプじゃないんですよ。今週は月、木、金が外での仕事。来週は火、水、木が外での仕事みたいなね、仕事柄、そうなっているので、決められないんですね。だから毎回毎回ちょっと明日の午前中はないよみたいなことを言う形にはなってしまうかもしれないんですが、基本的には毎日ちょっとスケジュール頑張ってね、動かしてやれるようにしていきますので、そのように覚えておいてください。で、土日祝日に関してはこっちは基本的にお休みをいただきます。ただ日曜日の夜10時はね、毎週やっていたとこなので、そこはやります。日曜の夜10時はやるんですけど、他は昼とか土曜とか祝日の夜はやりませんので、基本的には、土日祝日は日曜の夜しかないというふうに覚えておいてください。よろしいでしょうか。はい。夏休み21からの方が多いのかな。まあ、22、23とかは祝日になってしまうので、まあ、それはちょっとないんですけど、来週の月曜あたりからは、基本的にね、できるときは毎日やっていきますので、ぜひね、まあ、午前中部活とかね、まあ、あって、なかなか参加できない方は夜でも構わないですし、逆に小学生とかはね、夜10時だと参加しにくい方が今まで多かったので、せっかくね、小学生の方とか親御さんもいっぱい今見てくださってるので、ぜひぜひ朝のね、10時からも参加できる方はお待ちしておりますので、よろしくお願いします。で、こっからがお願いです。で、お願いは何かっていうと、皆さん、モデレーターさんって分かりますでしょうか？モデレーターというのは、生放送ってチャット欄があるんですよね。皆さんがコメントしてくれたのがオンタイムでこうやって流れて見ることができます。で、その中には、まあ、ちょっと不適切なコメント、つまり、まあ、人の誹謗中傷だったりとか、まあ、性的なコメントとか、他人に対して悪口を言うコメント、あとは連投とかですね、同じのをいっぱいこう何回も連投するのとかを、自分も雑談の時とかはね、やれたらやるんですが、基本的には自分はやらずに他の方がそのコメントを削除してくれる方がいます。それは自分が信頼できる方に、権限、その削除する権利をお渡ししてるんですね。で、それがモデレーターさんっていう風にボランティアでお手伝いをしてくださってる方がいるんですが、いつもの自習室はどなたかが絶対ほぼ参加してます。だからコメント欄をこうやって消したりして、こうね、ちゃんとみんなが居心地いい場にしてくれてるんですけど、これから毎日やるってなったら絶対モデレーターさんがいない時間もできます。そんなにね、毎日はね、もう参加ちょっとお願いできないので、なのでモデレーターさんがいない時に、その不適切なコメントが、まあ、コメントを見てる方がね、チャットを見てる方が目につくことが増えると思います。そういった時に
で、そこでぜひお願いしたいのが、そこに食ってかからないでください。基本的にはスルーしましょう。みんなでスルーをしてください。で、まあ、それをね、そう調子乗ってね、いっぱい連投してくる人もいるんですよ。それをね、誰も指摘してこねえからっつって、でそれはこちらの方で後々チェックして、そのねアカウントに関してもこのチャンネルに来ちゃダメだよ、来れないよみたいなこともできますんで、できる限りこっちで対処するんで、みんなは基本的にスルーでお願いします。というか、自習室やってる時は基本的には何か勉強をしたりとか作業をしたりっていう風にする その勉強をするために来る時間だと思いますので、まあ、自分もチャット読まないしね、作業中は。なので、気にしないでいきましょう。それをお願いしたく、ここで喋らせていただきました。だってチャット、45分間の時に45分間さ、勉強何か頑張った方と45分チャットずっと見てた方って、だって当然45分頑張った方の方が差がつけれるじゃんか。だからその勉強しながらチャット気になったまにこうさ、ちゃんとやんなよっていう方もいるんですけど、いや気にすんなってね、もう自分が頑張って、お人と差をつけれるチャンスじゃんっていう風に前向きに思ってもらえたら嬉しく思います。まあちょっと言い方がね、トゲがあるかもしれないけど、だってそれでよくない？頑張った人が報われる世界がいいと思ってるので、はい、という感じでよろしくお願いします。はい、では今回は自習室についてお伝えさせていただきました。まあ、簡単にまとめさせていただくと、平日は基本的に午前と午後の夜10時スタートで、仕事が入ってなかったりとか、あとは子供のね、都合、子供2人いるので、子供の都合でできないこともたくさんあります。例えば体調を崩して病院連れて行かなきゃとか、ちょっと今日は息子がね、なんか遊びたいって言ってたけど、今日はごめんみたいな時もあると思うんですけども、基本的にできる時はやります。で、土日祝日に関しては日曜の夜10時だけ、自習室をやる形になりますので、ぜひぜひ参加できる時はご参加いただけたらと思います。正直言います。正直言うと、ものすごくプレッシャーに感じてます。というのは、自習室はですね、割と結構自分の中でモチベーションとか気持ちを高いところまで持っていって、よしやるぞって思って毎回やってます。割と結構体力を使うので、なので自分もともと気持ちにムラが激しいから、毎日とか言って大丈夫かなっていう自分に対してね、不安もあるとこなんですけど、でも主に受験生の方をね、頑張る夏でしょ、頑張るんでしょ、だからやっぱり一緒に頑張ってる姿はできる限り見せていきたいなと思いますので、自分も頑張るんで一緒に頑張れたらと思います。ではここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。では次回の動画、もしくは次回の生放送でお会いしましょう。それじゃ、もうさね。